マーカス・オズモンド・スマートはアメリカ合衆国テキサス州フラワーマウンド出身のプロバスケットボール選手。全米バスケットボール協会のボストンセルティックスに所属している。主なポジションはポイントカード。オクラホマ州立大学で2年間プレーし NCWA トーナメントでも活躍。2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし6位という高評価で ボストンセルティックスから指名された。スマート2014年6月1年目の2014から15シーズンはこれまで先発を務めていたラジョンロンドが12月にダラスマーベリックスに移籍したことでシーズン途中から先発に抜擢。2015年3月20日のサンアントニオスパーズ戦でマットブナーに暴行を加え退場処分と出場停止処分を受ける失態を おかしたものの、最終的には67試合に出場、平均7.8得点3.1アシストを記録し、チームの2年振りのプレーオフ出場に貢献したことが評価され、NBA オールルーキーチームのセカンドチームに選出された。2018年3月16日、チームはスマートが右手親指の手術を行い6週から8週間の離脱になると発表した。 4月24日のプレーオフ1回戦、対ミルウォーキーバックスの第5戦で復帰、9得点、5リバウンドを記録し試合は92から87で勝利した。2017年オフェンスでは平均的なシュート率だが、守備面においてはかなり積極的であり、自身より背の高い選手に対しても体を使ってターンオーバーやタフショットにさせることが得意としている。 レギュラーシーズンプレイオフ、ありがとうございます。